いらっしゃいませ、アニメシアへようこそ。店主のギワチンでございます。皆さん最近どうですか？僕はね、本当に何もなさすぎて、何もなさすぎることが出来事みたいになるぐらい何もない生活今送ってますね。はい。ということで、今回は、新しいコーナーをね、始めたいと思います。その名も、私と遊戯王。ということで、コーナーっていうほど大したことじゃないんですが、このコーナーでは、僕が今まで遊戯王やってきた中で、思い出のカードと、まあ、そのカードにまつわるエピソードみたいなものを、いくつかご紹介するという、まあ、くだらないコーナーですので、お時間のある方はお付き合いいただければ幸いでございます。今回はこちら、3枚ほどね、ご紹介したいなと思います。はい。第1枚目。はい。こちらはね、破壊林ですね。ウルトラレアカードですね。こちら初登場はゲームボーイソフトの遊戯王デュエルモンスターズ4に、特典として付属されていたカードなんですけれども、まあ、こちらね、まあトラップカードで効果を見てみると、フィールド上の表側表示モンスター1体を破壊し、お互いにその攻撃力分のライフポイントダメージを受けるっていうね、理不尽極まりないカードなんですよね。だから後にまあ制限カードになり禁止カードになったんですけれども、まあ、このカードの思い出としまして、まあ、で、当時僕は高校生ぐらいの時に、まあ、禁止カードオンパレードのデッキを作ってた時に、このカードをデッキに3枚入れてたんですよね。で、まあ、別に友達はそれ了承してて、いいよ別に破壊林3枚入れようが、まあ、俺、勝てるから、みたいな感じで言ってたんですよ。友達は禁止カードとかを、まあ、できるだけ守ってたんですよね。その友達とデュエルをしてる時にですね、簡単に言うと、ワンターンに破壊林3枚使って、まあ、ワンターンキルみたいなことをしたんですよ。まあ、僕もかなりダメージを負いましたが、まあ、同士打ち的なことをしたんですよね。その時に、まあ、その友達一度も怒ったことないような友達だったんですが、憤慨しまして、もう限度ってものがあるだろうというね、すごくお叱りを受けて、友達関係すらも破壊しかねないようなね、カードになってるなっていう印象がね、ありましたね。それ以降は、破壊林はね、敵に1枚だけしかね、入れないようにしたんですよね。皆さんはこんな風にね、友達の中を破壊しないように、要領用法を守って、正しくお使いください。ちなみに今では禁止カードじゃなくなってるらしいんですけれども、エラッタっていうのがかかって、まあ、効果が本当に、なんていうんですかね、柔和になって、禁止カードから外れてるらしいんですけれども、まあ、一旦に一度しか使えないとか、相手ターンにしか使えないとか、相手ライフポイント以下の時にしか使えないとか、いろいろなんかあるらしいんですけれども、まあね、僕の中ではやはりもう、破壊林といえばこの昔のね、効果なんですよね。じゃあ次2枚目いきますね。2枚目は、はい。はい、こちら。人造人間サイコショッカーですね。こちらシークレットレアカードですね。はい。こちらはですね、初登場はアヌビスの呪いですね。まあ、こちら効果が、このカードがフィールド上で表になっている限り、トラップカードの発動と効果を無効にするっていうね。もう当時としてはすごく強かったんじゃないですかね。もうめちゃめちゃ画期的だったようなね、気がします。まあ、このカードの思い出としまして、効果についてね、例えばこれに落とし穴は効くのかとか、そういう話をしてた時があって、まあ、落とし穴は、まあ、召喚自体を無効にすることはできないので、まあ、このカードが表側に表示になった時点で、トラップカードの効果は無効になるので、落とし穴は効かない。でも、召喚自体を無効にする神の宣告は効くとかね、そういったなんか、話し合いとかっていうかね、当時はそういったね、議論みたいなものもね、多少なりしたような記憶があります。この当時、僕は高校時代の時に、生物の先生が、伊藤先生って言うんですけども、伊藤先生が、人造人間サイコショッカーにすごく似てたんですよね。長身で、まあ、丸坊主で、まあ、ガンジーみたいなメガネかけてて、いや、なんか、裏ではその先生のことを、まあ、サイコショッカーって呼んでて、なんか人造人間サイコショッカーを召喚するときを伊藤って言ってたんですよね。最終的にサイコショッカーの名前、ヒロフミになってましたからね。ヒロフミが場にいる限りトラップカードは使えないとかね。旗から見てる人は一体この人たち何言ってんだろうなっていう。いや、本当にバカバカしいし、つまんないですよ。今思うと。このグロテスクで、海外のホラー映画に出てきそうなね、殺人鬼のような風貌をしているところが非常に好きです。以上です。じゃあ最後。こちら。はい。翼を織りなすもの。こちらはですね、洗顔の魔術書で入ってたカードなんですけれども、まあなんてことないですけれども、まあここはパパッと終わらせたいんですけれども、天使族、6枚の翼を持つハイエンジェル。ハイエンジェルっていうね、ワードもここで初めて聞きましたけども、人々の自由と希望を司っているって書いてあるんですけども、まあ一つなんですよね。なんでこんな強いのっていうね。
ノーマルカードで攻撃力2750っていうね、もう、レッドアイズのね、立場がね、いよいよもうなくなってますよね。デーモンの召喚とかね、ブラックマジシャンといったのね、主流のカードたちをしのぐね、攻撃力を持ってるんですよね。守備力も強いっていうのもね、意外とね、いや、何なんですかね、このカードは。はい。僕、高校生の時にカードを全部友達にね、譲り渡したんですけれども、このカード残ってたっていうのは、当時の僕もこのカードに魅力を感じていたんでしょうね。はい。といった感じです。というわけで、今回は破壊林、人造人間サイコショッカー、翼を織りなすものをご紹介させていただきました。また、不定期で、私と遊戯王っていうね、コーナーをさせていただければと思います。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、失礼いたします。